はい、本日も応援ありがとうございました。負けはしましたが、まあ、先週の負けからチームでやるべきことを、一人一人のこう役割をこう明確にして、まあ、チームでもう一度新しいチャレンジをしようというところで、今週準備してきました。前半3クォーターまでは、それが、うまく機能して、うまくいく場面もありましたけど、最後最後でやっぱりこう、まあ、相手の方が決めきれる時間帯が続いてしまって、敗戦となりました。ただ、まあ、リバウンドのところで、39の39で、課題だったところがもうタイに持ち込めたり、ベンチで、流れが悪い時に中の選手にしっかりみんなが声をかけたり、まあ、もちろん中の選手は一生懸命やってくれたので、チームとして、この方向で、勝ちたいベクトルをしっかり揃えて、また今日の反省を生かしながら明日もう一度チャレンジしたいと思います。